まるで映画のワンシーンのような食事ができるのがこちらに新しくオープンしたティファニーのカフェですあさって19日にオープンするカフェは映画「ティファニーで朝食を出」でオードリー・ヘプバーンが手にしていたクロワッサンやコーヒーのほかティファニーブルーのチョコレートがかかったドーナツやクッキーなどが味わえますティファニーのカフェはニューヨークに次いで世界で2店舗目となりますが 20代から30代の男女をターゲットに原宿らしさを打ち出したポップな内装で、いわゆるインスタ映えする撮影コーナーも設けられています。また、他の会ではジュエリーを販売していて、購入したネックレスなどにその場で文字を刻印するサービスもあります。